どうも皆さん、聞き耳です。今回もマイナーな城の解説、やっていきます。今回は、片倉城、という城を解説します。片倉城は、東京都八王子市、片倉町にあったとされる城です。この城に関して、あまり資料が残っていないので、築城年代などはよくわかっていませんが、鎌倉時代初期に活躍した、幕府の御家人である、長井時弘という武士が築城し、代々長井氏の居城にした、という説と、14世紀末の室町時代、大江の広元の子孫にあたる、大江の諸親という武士が築城し、代々居城にしていた、という説があります。この城は、標高144メートルの、古式丘陵を利用して築かれた城で、北側は湯殿川、南側は両栄川の、二つの川に挟まれ、丘陵頂上の東側に本丸を置き、周囲の観察のために、櫓台が設置され、本丸北側には、腰狂わ、と呼ばれる防御陣地、本丸南側には、二の丸、と呼ばれる防御拠点が置かれています。その他、城の周囲は堀や土塁などで固められた、平山城、と呼ばれる構造だったと言われています。この城に関しては前述の通り、資料が少ないため、詳細な歴史はよくわかっていません。しかし、室町時代後半から戦国時代にかけては、長井氏、という一族の居城であったとされています。長井氏は、関東管領扇ヶ谷上杉氏の家臣でしたが、戦国時代になり、御北条氏が関東を支配すると、長井氏は、御北条氏の家臣となりました。片倉城も御北条氏傘下の城となり、城の防備の改修が行われたと見られています。この城は、隣国の武田氏や上杉氏の侵攻に備え、国境やその周辺の監視と守備、近隣にある御北条氏傘下の、八王子城や、滝山城との、中継地点としての役割があったのではないかと考えられています。1569年、甲斐の武田信玄が関東に侵攻し、御北条の本拠地である、小田原城を包囲するも、攻め落とせずに、撤退することになりました。御北条軍は、撤退する武田軍を追撃するため、神奈川県の、三益峠で待ち伏せすることになりました。その際、御北条氏三男の北条氏輝、五男の氏国が、片倉城から三益峠に出陣したとされています。1590年、豊臣秀吉によって御北条氏が滅ぼされると、この城も廃城となり、役目を終えました。城のあった場所は、太平洋戦争中、校舎台が設置されたり、区画整理がされたりなどで、遺構の一部は失われていますが、現在は、片倉城跡公園、という公園に整備され、東京都の指定史跡になっています。城の北側を流れる、湯殿川です。公園の入り口です。公園の外周です。溝があり、水が流れています。堀の跡でしょうか？公園の地図です。丘陵の頂上部にある、本丸跡を目指します。公園に入ると、すぐに菖蒲畑があります。ですが、訪れたのが2月下旬だったこともあり、今は何もありません。菖蒲畑の横に、水車小屋があります。ですが、今の時期、水は流れていません。先へ進むと、また菖蒲畑があります。菖蒲畑の周囲です。周囲には、東屋や、ベンチが置かれており、また、長崎県の、平和記念像、国会議事堂の、板垣退助王、などの作品を生み出した、北村西望氏などの、彫刻家たちの作品が置かれています。さらに進むと、住吉池、という池があります。前置きが長くなりましたが、遺構を見ていきます。斜面が削られ、かなりの急勾配になっています。おそらく堀の跡だと思われます。腰狂わ跡です。住吉神社が建っています。この神社は、室町時代の1372年、当時の城主であったとされる、長井道弘という武士により、城の守り神として、大阪の住吉大社を勧請したのが始まりとされています。城の南側、二の丸に到着です。
一面原っぱが広がっており、隅っこにベンチが置かれているだけです。二の丸周囲の様子です。二の丸の端です。土が盛り上がっている部分が、土塁の跡です。そしていよいよ本丸へ。ちなみに、二の丸と本丸の間にも堀が掘られています。そのため、二の丸と本丸の間には、橋が架かっていたのではないかと考えられています。ゴールの、本丸跡に到着です。二の丸跡と同じく、原っぱにベンチが置かれているだけです。広さは、二の丸の半分くらいです。ちなみに本丸のすぐ下には、先ほど立ち寄った住吉神社があります。スタートからだいたい、3、40分くらいで本丸に到着しました。空堀や土塁などが結構はっきりと残っており、登っていて退屈しませんでした。空堀が多く、斜面も急なため、当時は堅牢な城だったのかな?なんて思いました。はい、ここからは余談になります。城跡のある、片倉城跡公園なのですが、幽霊が出る、という話があります。昔、公園に小学生の男の子が遊びに来ていました。しかしその子は、公園内の菖蒲畑だったか、池だったかで、溺れて亡くなってしまいました。その男の子は幽霊になって、夜な夜な、公園内を遊び回るようになった。らしいです。この話は、私が人から聞いたり、ネットで見た話なので、真偽は不明です。気になる方はぜひ、夜に行ってみてはいかがでしょうか。では、今回はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価、いいね、をクリックしていただけると嬉しいです。